はい、今日から後半戦がスタートということで、まず今日勝ってですね、後半戦のいいスタートを切りたい、アウェーで、札幌に勝つことによってですね、一気に我々も順位を上げることができますので、非常に今後を占う大事な一戦だというふうに思っています。
で相手はね、得点も1位だし、チャンスも上位だし、もちろん厳しい時間は当然当然、ね、さっき心理を緩めたけど、名古屋戦思い出して、いや、バラバラにならないよ、必ずいい時間戦になるから我慢したら、そんな限定がやっても合わせないね。仮にもし先制されたとしても、で今日勝ったら景色が見えるから、俺自身、先週、今週、ね、よくいいトレーニングできたのに、こういう時は勝てるの、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 まもなく前半の45分がキックオフされます。札幌ボールで始まりました。画面の左エンド、長いボールを送ってきました。今日もセレッソは鳥海と進藤の2センターバック、リーグ戦では6試合連続のコンビです。センターバック、リーグ戦では6試合連続のコンビです。長いボールは加藤に通ります。折り返し合わせた。長いボールは加藤に通ります。折り返し合わせた。決まりました。最初のチャンス決め切った。アウェイのセレッソ大阪、レオセアラがいきなり決めてみせました。チーム最多の7得点目。いや、素晴らしい得点でしたね今ね。いや、スピーディーなボール見事に合わせましたね。ここの中距離のボールに対してここですよね。体をまず当てましたよね、加藤選手が中村選手に対してですね。ボールというよりはまず相手のコースに自分の体を入れて体をぶつけたことによって空間を作りましたね。そこに対して本当にピンポイントのクロス、レオサラフ選手も、まあ、岡村選手の、ね、背後というか視野から切れたところからタイミングよく、ね、中に入って前でボール触りましたよね。セレッソとしてはあのような攻撃を、ね、続けるというのはまた追加点の機会になるんじゃないかなと思いますね。はい、ツートップ左サイド、あっこも奪った、加藤狙った、見事スタメン起用に応えるガッツポーズ、加藤睦月、5月3日以来リーグ戦今シーズン3点目。いや、前からの守備がはまりました。まあね、サポートについてはね、もう相手がプレッシャー来てても、まあ、ボールをつけて動かすことやってますんで、これ自体がリスクとは思えないですけれども、ちょっとバランス崩れてね、浅野選手の、まあ、パスがずれましたよね。ここですよね。まあ、ただこのキーパーが前に出てたっていうのがあったので、もう少しね緩やかなボールかなと思いましたけども、狭い方非常に鋭いボールでね打ち抜きましたよね。レオセアラキープ、中村東也を剥がして左のカルシャーバー、さあクルークスも絞ってきます。加藤のクルークスまだあります。香川のサポート、レオセアラも入った、ダイレクトクロス、レオセアラか、いやクルークスだ、ミドルシュート、見事なゴールが決まりました。木田満面の笑み、嬉しい嬉しい、初得点、3対0。前半のうちに6位のセレッソ3点と大きなリードを奪いました。まあ、小前選手も、まあ、こぼれ球ということでボールを見ていたので、まあ、木田選手の場所ね掴めてなかったですね。まあ、そこが唯一
まあ、コンサドールでしたね。ちょっと悔やまれる点かもしれないですね。船木も追い越す。そこを使う。左足でファーサイドへ。マイクまでヘッドか。その前クロスバー。まあ、加藤のヘディングだったでしょうか。まあ、本当に香川選手がね、起点になってますけど、非常にシンプルなんですけれども、周りの選手のね、タイミングを逃さないでいいね、攻撃のベースを作ってますよね。そうですね。まあそのここは繋がるでしょうか。長い展開。さあ中央に入ってくる。シュート打つ。うまさが光りました。香川真司。相手を嘲笑うかのようなループ気味のシュート。3月12日以来今シーズン2点目。いやー、素晴らしかったですね。はい、まあ、本当に長いボールが出て通ると、レオサラ選手の通った瞬間ですよね。もうスピードアップ始めてましたね。はい、金子どうする。左足ヘディングシュートはゴールの左でした。中村斗也、試合終了のホイッスル。見事なゲーム運びでした。セレッソ大阪リーグ戦今シーズン3度目の連勝を飾っています。レオセアラ1ゴール、加藤睦月1ゴール、そして木田の1ゴールに香川の1ゴール、今シーズン最多得点。後半戦のスタート、素晴らしいものとなりました。そうですね、いい形で試合入れたので、まあ、相手の攻撃力は脅威でしたけど、うまくみんなでまとまって、粘り強く戦えたかなと思います。まあ、本当に次の1点が勝負だと思ってたので、まあ、彼らの攻撃力からしたら 2,3 点で取れる力はやっぱあるのは分かってたんで、本当に緊迫した雰囲気の中、まあ、あの1点ですごく試合は決まったかなと思います。まあ、難しいアウェーゲーム勝ってたのでね、まあ、これは非常に大きいですし、まあ、次ホームなので必ず勝って、そして何よりいいところと悪いところ出てるんでね、しっかり課題を克服して、次の試合に向かってやっていきたいと思います。Thank you.
あと40分しかないよ、あと40分しかないよ、上がるよ、栄養と栄養。はい、いいかな。はい、ナイスゲームね、本当に素晴らしかった、ね、もう全員がほんまに、ハードワークして玉木が戦って出し切った結果やな、ね、素晴らしい。で、今日の試合、まあ、俺は今シーズン占う、もうほんまに大一番やと思ってた、ね、優勝争いに加わっていくのか、それとも注意なのか、ね、今日勝った、ここから優勝争い、いやな、みんなでまたリーグ3連勝に向けて全員でやっていこう。 OK、 はい、新人よし、はい、お疲れさーん。いやー、こちらも世界で見てよ。Acho que foi um lance que eu vim treinando bastante durante essa semana, né? O auxiliar me pegou durante a semana, a gente treinou bastante esse movimento. E no jogo feliz ali, consegui antecipar o zagueiro e fazer o gol. Acho que é uma característica do nosso time, né? Acho que a gente está preparado para fazer o que o treinador está pedindo. E acho que não só eu, mas como todo o clube está conseguindo fazer, é bem feito. こぼれ球がこぼれてきて、これは振り抜くしかないなと思って振り抜きました。今週の初めの練習の時にミドルが全然入ってないっていうチームの状況をミーティングで話してて、ちょっと意識したところあります。今日も遠いところまで応援ありがとうございます。これから後半戦上に行くにはサポーターの皆さんの応援が必要になると思うので、これからも応援よろしくお願いします。今日は本当にチームとして札幌っていう特殊なやり方をする相手にしっかり分析をして、みんなが連動して戦えたので、まあ、必然この勝利で必然かなと思います。もう特に今日はライン高く設定してっていうのをミーティングで話していたので、まあ、自分たちが主導でディフェンスライン中心となって声かけられたので、まあ、前の選手も連動して言ってくれたので、まあ、すごく収穫の多い試合でした。強いチームは連勝できるし連敗しないと思うので、次の試合でしっかりと力のあるチームなので、しっかりと勝ち点差を取れるように戦いたいです。特別な場所で サッカーのすべてを今感じよう。 A sustainable future Yanmar